タバコロードはアメリカ合衆国の小説及びそれを原作とした劇曲と映画アメリカ合衆国の小説家アースキン・コールドウェルが1932年に発表した小説作品内容はアメリカ南部ジョージア州のタバコ地帯を舞台に社会の発展から取り残されたプアホワイトと呼ばれる農民たちの生活を描いている貧しい農民ジーター・レスターは 家族と共に、娘婿のラブからカブラを奪い取り食べてしまう。ラブは昨年嫁にもらった、この家の末娘パールのことで話があったのだが、話もそこそこに引き上げてしまった。未亡人の女説教師シスターベシーは、一家の16歳の息子デュードと再婚し、財産をはたえて車を買い、ジーターと焚木を売りに、オーガスタへ行くが果たせず、その夜泊まったホテルで売春婦の真似事をする。 その後、生活の援助を求めて、長男のトムに会いに行くもすげなく扱われ、そのことからジーターとシスターベシーが喧嘩別れとなり、また、口べらしのために、ラブにつがせていた末娘のパールが家でしたので、今度は、都心の娘、エリー・メイをあてがうのだった。家族がついに、ジーターと年老いた妻の栄がのみとなった3月のある、日、ジーターの放った伸びにより、ボロケモロとも二人は、 焼け死んでしまう。ジャック・カークランドにより、擬曲家。アメリカ合衆国の映画作品。アースキン・コールドウェルの原作小説、および、それを原作としたジャック・カークランドの擬曲の映画化である。日本では、アメリカ公開から47年後となる1988年に、公開された。ありがとうございます。